突然の占いブーム到来。モブも個性的でいいよね。ピンク髪がミヤコちゃん、玉ねぎ頭がマイちゃんです。こいついつも寝てんな。ネムは今日も可愛い。大切なものとは謎や。そりゃ目の前にいる女の子のことだろう。お団子ヘアー可愛い。お兄ちゃんが特に理由もなくおしゃれしてるの終わってるな。髪型も服も完全に女の子になってきてるな。占いに興味持つのはもう女子です。みはりちゃんは科学者だからそりゃ信じないよな。おみくじは引いてたのに。占い本読んでる2人かわいすぎ。仲良し姉妹にしか見えん。あ、もみじがもう取り返しのつかないところに行ってしまった。中二病でも恋がしたい。発症したのかと。ラッキーアイテムが眼帯ってどんな占いだよ。眼帯って聞いて黒の眼帯つける時点でアウト。アニマル占い懐かしいな。ああ昔に流行りましたね。ケモ耳、朝日のケモ耳。朝日は犬なのはわかる。ミオちゃんはウサギか。性欲が強いってことか。動物ですらなかった。こけしだと鬼畜になってしまう。大宮しのぶかな。確かに元男だしな。真宙はゾウさんと聞いて変なこと考えたやつは手を挙げろ。制作スタッフもそう思ってるよ。全会一致の怠け者なのか。今はもうゾウさんがいないからしょうがない。占いを装って自然に誕生日を聞くのは作詞やな。詐欺の手法じゃねえか。計画通り。これは罠だ。今日が誕生日何回。即座に計画破綻してくさ。ろうそく何本問題。実際何歳なんだろう。美少女列車。アイキャッチかわいい。嫌われたか。まさかお兄ちゃんが男だとバレてしまったのか。みんなで誕生日プレゼント会に行くやつか。随分と前向きな妄想だな。違ったら悲しいからやめるんだ。それなにもなかった時のダメージが半端ないんだよな。引きこもり待ったなし。朝日ちゃん捕まった。一番口が軽そうな朝日から攻略するのは分かってる。あわあわしてて可愛い。マヒロンとは喋っちゃダメって約束なんだ。これは心が折れる。純粋な朝日からそんなこと言われたら泣く。お兄ちゃんの心はおしまい。やばい、まひろちゃんが。クソザコメンタル。結構ガチへこみしててくさ。見張りママ、俺も女の子になってよしよしさせてもらいたい。バズーカ持ってる。早朝バズーカでお祝い。人の家でそれはやりすぎやろ。これを最初にやろうって言ったのは誰だ。朝日だな。サプライズでよかったね。嘘つけない朝日ちゃん可愛いね。もみじちゃんから手袋。これは手編みかな。かえでちゃんに教えてもらいながら作ってるとよき。おすすめの本。あ、何が入っているんですかね。何でも。今なんでするって。そういえば前回お金がないってたな。全員に何でもできるだと。エッチなことやり放題じゃん。めちゃくちゃ高そう。これ手作りとかすごいな。ミオちゃん考案。途端にまずそうに見える不思議。撮影現場でよく見るやつ。音声アシスタントじゃないんだから。100号ハーレムええな。いやいや、代わりに行く意味とはまるで意味がない。おもらし、またおもらしか。さすが楓ちゃん。お兄ちゃんは楓ちゃんが一番好きやもんね。モブがかわいい。嘘だろ、もう半分終わってる。普通につけてくのか。早速使うのね。色気づくまひろちゃん。完全に女の子になってしまった。もみじちゃん気づいたか。
ミジが恋をした目をしている。どんどん女子化していくお兄ちゃん。ほんとかえでお姉ちゃんにベタぼれよね。やきもちもみじめちゃ嫉妬してる。さすが彼氏やな。早速注目の的になった。まひろちゃんは人気者、うらやましい。マネージャーもみじろう。もみじもはやボディーガードじゃん。朝日は全然興味なさそうだよな。朝日は朝日のままでいてくれ。すぐ調子に乗っちゃうお兄ちゃん。お兄ちゃん、君男向いてないですよ。3月だからホワイトデーか。もうだいぶ学期末だね。男子は気づかないぞ。また男子2人組が犠牲になりそう。気づいてほしいのか。こいつ本は。お兄ちゃんはさ、これもう誘ってるよね。これは小山が悪いですわ。完全に男をやめてる。男子生徒の恋心をもてあそぶな。やはり高速的に会うとか。そうか、まだ中学校だもんな。高校なら普通にセーフだけど、中学までは義務教育だから厳しいよな。ブラック高速だ。完全に思考が女の子なんだよな。昨日まで化粧なんて全然興味なかったのに、この低たらくである。昔女子が学校で似たような会話してたな。っていうか奥のこのパーカーとか敗因だ。一方その頃男子は反省会始まってた。真宙はクラスの姫になったな。頑張ってくれ男子陣。見張りはおしゃれしないのか。いつの間に真宙のスタンドかな。見張りちゃんが派手な子に。これはこれでよき。あーダメダメ、エッチすぎます。関節キスしてる。おお、下から覗き込みたいスカートがいい。結局ノリノリで草。幸せ空間が過ぎる。この写真お金出すからくれないか。 JK メイクした見張りちゃん可愛すぎた。これ男子の間ではホワイトデー3倍返しでも満足しない女扱いになってるのか。それでも嫌われたりしないところがすごいな。真宙はクラスの男子の中で神格化されていそう。転校してきた病弱で無防備な美少女だから当たり前だな。でもこのままの性格だと高校あたりでいじめられそうで心配だな。真宙は男のはずなのに、もみじや朝日よりもちゃんと女子やってるな。これで男に戻っても性癖こじらせて女装するようになりそう。それはそれでお得だな。お化粧まで思えたし、ますます戻れませんな。リップは注意するのに、カラフルな髪には注意しない。それが地毛の人種だと思うようにしてる。アニメの主人公は自分の誕生日を忘れがち。漫画とかではありがちだけど、現実で自分の誕生日忘れる人ってまずいないよね。3月生まれがニートとか変にリアルなのやめろ。3月生まれは他の子供と成長の差が出やすいからね。作者は狙ってその誕生日にしたのかな。ミオちゃんがくれた本の内容が気になる。18禁ではないと思うけど、逆にエロ本だとすでに持っているってなりそう。男子2人組がかわいそうすぎないかい。わかる。見張りに頼んでどっちかを女にした時の反応を見てみたい。薬が抜けたら元に戻ると言いながら、いつも食事は見張りが作っているということはそういうことだよね。原作だと何回か薬は切れてる。やっぱり薬持ってるじゃん。あの勢いでついに真宙に告白してしまう男子の話。原作じゃ一番好きな話だけど、もう入らないだろう。もう終わりなのにアニメで見たい話が多すぎる。名森先生、エンドカードのイラストゆるゆりの人じゃん。名森先生は、お兄ちゃんはおしまいの公式アンソロジー単行本の常連。1巻目は表紙イラストも担当している。なんだかんだ3月まで来てるから、新旧までやりそうだな。 J
次回春休みに温泉行って終わり際に進級かな。来週で終わるの寂しすぎる。早く次回が見たいけど見たら終わるから見たくない複雑な気持ち。